ちゃん。こんにちは。さあ、何でも叶えます。したんですか。何でも叶えちゃう。なんか急にネジが回った。まあまあ、取れちゃったかもね。そうですよね。はい、まあ、何でも叶えます。そうです。まあ、何でも叶えます。叶えますの前に、高校野球の予選が豊さん。始まったよな。はい、球児たちの夢を乗せた高校野球、はいはい、その予選がもう全国各地で始まってますけれども。うん、やっぱね、野球をかじった人、うん、いろんな人がいると思うんだよね。うん、野球に携わった人とか。はい、で、俺が野球で悔いを残してることって、うん、高校野球に甲子園を踏んでないということ。あ、ものすごい今でも高校生に戻って踏みたいぐらいなんだよ。え、プロになってもいや、そりゃ全然プロに入って甲子園使うのと、はい、高校生で夢を持って甲子園に行くのとでは全く違う。大学の時は日本一取ったんだけど、うん、プロに入って優勝できなかったっていうのがこの2つの悔いだけは残ってんだよ今でも、うん、あ、それでね、はい、この動画は皆さんの、はい、うん、その悔いを残してる野球に対してお手伝いしたいと、うん、なんかこうこれが最後っていう人ってね、なかなかないと思うんだよ。俺も引退試合してないしさ、これが最後っていうけじめがなかったんだよ、はい、でそういう人って世の中にたくさんいると思うんだよね。そうですよね。だからここでスポンサーを募集しつつ、いや、その夢、ちょっと待って、違う、そのね、夢を手伝ってくれるスポンサーさんも探してるし、はい、いや、いなかったらいないで、そう、俺がやるけども、はい、最後の俺がノックするから、うん、ね、はい、それでけじめをつけれるんだったら、募集してくれということなのよ。そうなんです。というわけで、この企画は、あなたが置いてきた夢を、豊さんが最後のノックで、叶えますという企画、うん、だからけじめをつけて、はい、ね、次へ向かおうと。でもそれには、うん、まあ、年齢は問わない。そうです ね、年齢は問わない、はい、うん、まあ、場所は都内でやります。はい、で旅費は出ません、はい、ね、来ていただいたらどんな方でも、うん、ノックを打ちたいと思ってるし、はい、で顔出し可能な方、あ、そうですね、 YouTube で、あの、撮りますの、撮影しますの で、はい、何をやめて、やめ、あの、な、何をきっかけでやめたのか、それで何のために悔いが残ってんのか、そうですね、うん、そういうことをしっかり言える方とか、はいはい、説明できる方、例えばその親の事情で続けられなくてとか、そうだね、そういうことですね、うん、だから最後のノックってさ、うん、高校がやってんだよね、花巻東が、はいはい、あのノックを見てると、うん、本当にこれで3年間終わるんだっていうけじめがあるんだよね、あそこの高校って、はい、だからそういうことを俺がなんか代わりにしてあげたいなという。今実際に、今例えばもう働いてる方とか、ね、第二の第三の人生行かれてる方でももちろん、うん、OK ってことですよね。そうだね、まあ、例えば私は、うん、男に生まれればプロ野球選手になれたのにっていうような方でもいいよ。女性の方で、女性の方でもいいし、だからまあ、応募方法は、はい、概要欄には貼っとくけど、下に、はい、まあ、そこに出身地、名前、はい、年齢、うんうん、まあ、野球歴、まあ、野球歴はないとダメですよね。もちろんもちろん、はい、なぜ辞めたか、はい、まあ、最終野球のね、球歴、はい、をね、うん、書いて、はい、まあ、送ってもらえれば、うん、まあ、送り先も概要欄に書いておくと、ね、そうです、ここから飛べるようになってますので、だからあなたを救いたいという、はい、そうですね、ね、人間ってね、やっぱね、けじめって大切なんだよ、うん、で次へ向かうのにずっと引っ張っちゃってる人もいるんだよね、はい、でそこを諦めないと次にいいことができないよ、いい仕事ができないよっていう人も、うん、なんかこう引っ張っちゃってる可能性があるんだよね、はい、でもおそらく俺は打ちながら泣くと思うよ、もう豊さん、いや、それは内容によってはね、内容によってだけど俺は泣くと思うよ、誰よりも泣いて見えないと思いますよ、見えない、ボールが打てないみたいな、打てないみたいな、まあ、そのぐらいの人を、うん、ちょっと ね、 そうですね、来てほしいけども、なのでそのどうして辞めざるを得なかったの、まあ怪我かもしれないですし、うん、何か事情があってとか金銭的な、ね、事情があったとか、いろいろあると思うんです。あと例えば最後、これ元プロ野球選手でもいいからね、あ、引退試合してませんとか、引退試合してないとか、あ、そういう人たちだっていいわけだから、あ、そうですよね、でも顔出し OK じゃないとダメだよね、モザイクかけたら何もなんないからな涙も痛みもないですから ね、そうですね、まあ、どなたでも OK と、そうそうそう、いうことですよね、うん、だからこれが1000人いたらそれ厳選するけど、
でも1000人いたら小出しにしていくけどね、こう切って。もし、まあ、1000人じゃないですけども応募多数になった場合は、例えば豊さんと1回面接で、1000人来たとしたら、うん、それは1000人来たとしたらね、うん、その中で何人かはいやこれは不純だわみたいなそういう人もいるんで、そういうのは弾くけども、はい、本当にこう言う人は、うん、そら1000人1本の動画にするわけにいかないからさ何本かに分けて、まあ、やりたいとは思うけど、豊さんの1000本ノックみたいな感じになっちゃいますかね。そう、まあ、涙も枯れて出ねえぜみたいなそうなっちゃうね、まあ、いい加減にせえよみたいな、そうなっちゃうね。でもしあの本当に応募者多数であれば、豊さんと実際に面接会って、はい、実はこういう熱い思い秘めたまま野球をやめていたんです、なのでノックを打ってほしいですっていうことも実際に ね、会って面接でっていうこともありえますからね。もうその時はね気合い入れていくわ。いや違う気持ちを込めて打ちたいから、そうですよね、うん、あの気持ちを高めていくとかね、前の日、まあ、1週間ぐらい前からそんな強烈なノックは打たないよ、それはもちろん。豊さんも練習してノックのもうね、まあ、そうだな、そうもう1週間ぐらい山ごもりを豊さんもして、山ごもりまではしない、ね、しない、それはしない、それねちょっと大げさだ、大げさ、うん、なのでね募集あのしていますし、過去に覚えてます、うん、でも募集形したの1000人来たらどうしようって言ってましたけど、今野球チーム作るって言ったら一人も来なかったんだよなどうなってんだみたいな、なのでだから企画を変えたんだよ。あ、なるほど、そうそうそう、ね、うん、まあ、これだったら、まあ、それじゃ来ないだろうって。そうです、もう野球やってる人は卒業してる、うん、ね、野球やる年齢は、はい、だから それだったら、うん、そこに悔いを残ってる人に最後にノックを打って取ってもらいたいという、うん、そうですね、うん、まあ、そういう企画にこうチェンジしたんだけどさ、はい、さらに豊さん最初にそのスポンサーって言ってましたけど、まあ、その夢をサポートしてくださる、もしね企業の方だったりとか、うん、いや お手伝いしていいですよっていう方もいらっしゃれば、そうぜひね、あの賛同していただける方いればね、はい、本当に、まあね、グローブ社でもいいですし、まあ、何でもいいんだよ、いや何でもいいんだ、違う企業の方でもいいですし、いや本当に青汁でもいいしさいやいや青汁、健康になれとか言ってそうね、いや、まあ、そんなんでもいいんだよ、はい、まあ、でも現役選手でもいいよ、え、やめてないんだけどちょっと病んでますみたいなまあ何でもありなんだよ、何でもありだけど基本は悔いが残ってる人、はい、でこのノックで、あ、野球とけじめをつけようって思ってる人、はい、まあ、これが一番だよね。そうですね、うん、だけどいろんな理由があるだろうから、うん、人にはそれぞれね、はい、だからそれはあんまり問わないけども、うんうん、まあ、最後ノックを受けたらすっきりするなって、けじめつけれるなと思う人が、うん、まあ、逆にその夢を持ってね、はい、来てもらえるとありがたいなと思うね。そうですね、うん、で、あの、まあ、何度も言うようですが、あの応募概要だったり応募方法はあの概要欄に出てますので、はい、そこからぜひ、飛んでメールで送っていただければなというふうに思います。豊さん、じゃあ最後に一言、一緒に泣いてあげる、はいね、多分いやいや、それは内容によってだろお前泣かない、内容もありますね、俺は泣くよ。だってスタッフ会議をしてて、うん、スタッフがそういう風に言った時にちょっとうるうるしたもんちょっと想像してね、想像して、その想像をあんまり裏切らないように皆さんぜひだから、まあ、例えばさ、はい、俺がね、うん、森内、うん、行くぞみたいな、はい、何があったんだって言って、うん、はっきり言える。じゃあちょっと、まあ、例えばここはちょっとなんかぼかしてほしい。それはダメよ。嘘、ダメ、それダメだ。マルジー行くぞ、はい、何があったんだ、あの お金がなくて諦めました、よし、うん、それでけじめつけれるか、つけられます、よし、お願いしますってことではっきり言える人ね。で、濁したらダメだよ、いや、濁したら面白くないし、そうです、ね、いや濁すんだったら、うん、もうそのまままた引きずるから、そこでもう吐き捨ててこいって、そうですね、うん、吐き捨てて受け止めろって、それ思うよね。そうですね、どんな内容でもね、あの引きはしないですから、そうそう、もちろんもちろん、はい、ドン引きはしないので、うん、ちゃんと受け止めますので、うん、はい、ぜひ皆さん、ね、まあ、場合によってはノック打ったとこう抱きしめてやりたいやつもいるだろうね。そうですね、まあ、ちょっとそこはコロナ禍なので、いや、お前その理由でやめたんかね、うん、もうちょっとこうやって抱きしめたくなる、コロナ関係なく抱きしめたくなるような、うん、まあ、そういう内容であればそういうふうにしちゃうかもねって。そうですね、うん、本当にあの筋書きのないね最後ドラマなので、まあそうだね、はい、いろんなドラマをね見せてほしいと思うよ。そうですね、うん、ぜひ皆さんからのご応募お待ちしています。はい。